今チャンピオンがコールされました。小泉さん、この場所なんですけれども、チェジュ島、まあ、島ですよね、それのロッテチャンピオンデパートというデパートなんですね。そうなんです。あのオールドファンはですね、覚えてらっしゃると思いますけど、リー・アンサの、まあ、あの韓国の名選手だったんですけどね、はい、彼がその最終投で、まあ、チェジュ島でビジネス成功しまして、そのデパート建ったんですよ、はい、そのロッテと提携したんですね。そしてそれも確か5階だったと思いますね。ここナイトクラブなんですよ。でですね、私行った時、前の日はそこはナイトクラブで、明日ここでやるんだと言うんですね。ダンスホール、ダンスホールのあるところ、そこにリングありますね。まあ珍しいところで、試合を行いますが、このリゾートの島と言われていますチェジュ島、最終島です。 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦。さあ浜さん、どの辺に注目されますか。チャンピオンがですね、オールランド外のスピードについていけるかいけないかがポイントだと思いますね。チャンピオンがついていけるかですよ。なるほど。さあ試合が始まりました。どっちかというとチャンピオン起用じゃないですかね、今トランクスが表示されていますが、白のベルトラインが入っています。こちらが挑戦者のオールランド・ソト、ランキング1位、先ほどから最強の挑戦者と私たち表現しています。これが30戦目です。左を開けていきました、チェ・ヨンス。黒人選手のクロスカウンター、クロスカウンターです。黒人選手というのは本当に、顔が小さくてですね、打つところが小さいんですけど、チャンピオン顔大きいですね。そうですね、身長はほぼ一緒のようです。上とも130パウンド、両者とも一緒。さあこれが2度目の防衛戦になります。チェ・ヨンス、両者とも130パウンドは 58.9 キロです。ボディを打ちに行きます。外、気持ちもありますね、外は。今の切り返しの左手もシャープですね。ナイスボディ、はい、今度は右のボディ。チャンピオンは前に出る時はいいんですけどね、はい、横に動かれるとさあどうするかというところがありますよね。パナマ対韓国、そして場所は韓国で試合が行われています。この世界タイトルマッチですが、こういう戦績の資料があります。パナマ対韓国、パナマの世界タイトル戦に大きく勝ち越している韓国だということなんですが、13勝5敗と韓国が、勝ち越しております。いろいろ理由はあるんでしょうけどね、はい、まあ、寒い時期にですね、パナマの選手を呼んだりするとですね、まあ、どうですか、もうそのリング上でですね、縮こまってしまう、縮こまってしまうということで、その滑らかな動きが発揮できなくて、まあ、イラリオ・サパタがですね、はい、チャン・ジョングに敗れたり、ね、そういうのもありますね。確かにその国の気候がだいぶ違うものがありましょう。それと韓国の選手はタフでしょう、はい、それでインファイトに持ち込んでボディをよく叩きますね。なんか中南米の選手っていうのは必要なそのボディ攻撃、ラッシュ攻撃に弱い面もちょっとあるんですよね。いい動きを見せます、挑戦者オールランド・ソト。ソトはいいリズムですね、はい、スピードがあります。サイドステップで外へ回りますね。外がまもなく第1ラウンド終了です。今ゴンが鳴りました。第1ラウンドを終えています。 WBA 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ、まあ、1ラウンド目は挑戦者外でしょうね、はい、その有効なクリントはその外の方が多かったですね、まあ、左アッパーのボディがもう本当に竹がしなうように打ちましたね。まあ、ナイトクラブ、まあ、ディスコでもあるそうですけども、それらしい雰囲気の音楽が気のせいでしょうか鳴ってるような気がしますが、 WBA 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ、最終島チェジュ島で行われています。ロッテチャンピオンデパートというそのワンフロアに設けられている
この、まあ、特設会場と言ってもいいでしょう。そこのリングです。さあ1ラウンド終了しました。第2ラウンド、まあ、三谷選手とですね、まあ、早稲田コードで戦った試合は私は終わった瞬間三谷選手が勝ったなと思ったんですけどね。あ、まあ、判定はチェに上がったんですね。なんかチェって言ったのは三谷選手の方だったんです、まあ、だけどあれ、まあ、ビデオなんか見返してみると、はい、まあ、接戦ではありましたね。だから三谷選手としてはもう一度やりたいんでしょうね。ちょっとバックハンドがありましたね今。バックグローブとのこのグローブのオートビーナッパー、裏側で打つことですね。コーナーというですね、アッパーを織り交ぜてきます。今度はボディ、多彩な動きを見せます。挑戦者オールランドソア、ここまでは挑戦者の動きが目立っていますが、第1ラウンドを取りました。これが第2ラウンド。今、スピードの差が出てますよ。はい、まあ、身長がほぼこれご覧いただいたようにほぼ一緒だと思います、まあ、リーチ、手足の長さという違いはありますが、リーチにしてみればこれ両腕を広げた長さですのでほぼ一緒です。しかし戦っていると長く浜さん見えますね、外のね。まあ、それでリーチを有効に活かせるスタイルであるということですよね、外は。先ほど右のクロスカウンターにしても余裕がある届き方してましたもんね。パナマ特有のですね、柔軟な動きをしますね。柔らかそうです。ダッキングしてですね、左へ出てもう一回ダッキングして右へ回ってくるんですね。それが特徴。はい、そうするとですね、相手はそのチェの方からするとですね、相手は左に回ったなと思って、そういう方向に方向転換すると逆にそこへ潜られて逆になるんですね。で、その位置から斜めサイドから当たる、ね、簡単になりました。左のフック、チャンピオン振ってますね。アッパーです。すごいアッパーですね。鮮やかです。距離あります。このアッパー、またアッパー、よく入ります。押しています。挑戦者オールランドソト、結構チャンピオンはパンチ食うところあるんですけど、これだけまともに打たせて、食うと効きますよ。今度は左合わせていきました。チャンピオンです。さあチャンピオンのこの突進力、韓国特有のこの突進力、それを生かしていきたいチャンピオンです。スピードが違いますね。そうですね。ということはですね、長い距離で戦うとスピードのない選手はそうなんですよ。あ、はあ、はい。ああ、また入ります。何気なく打っていくこの右がよく入ります。そして返す左、左のフックも入ります。右のプレートです。ここでゴング、第2ラウンドを終えました。第1ラウンドはオールランドソトが取りましたが、この第2ラウンドもいい動きを見せております。三谷選手と美佐子会長ですね、リングサイドに来ています。偵察に来てるので、はい、セリングたくさん塗りますね。あ、本当にですね、おしろいのように塗ってます、まあ、先ほどの話なんですね、はい、スピードの差があるときには距離詰めた方がいいっていうのはですね、単純な、これヘリクツ言うみたいですけどね、距離割る速度はですね、時間ですよね、距離が大きければですね、同じスピードのあれはその割り算するとですね、時間かかりますよね、だからその差を小さくするにはですね、距離、小さい距離でインファイト持ち込んだ方がスピードのない方は得なんです、うん、スピード比べやったらですね、そのスピードのある方が、リーチのあってスピードのある方が有利ですよね。ボクシングは科学ですね。そうですね、ある意味でだからそういった意味のサイエンスはありますよね。逆に外としてはですね、自分の距離を保ってロングレンジで戦った方が、距離を取って戦った方が有利ですよね。このように長い距離でこのパンチが届きます。第3ラウンドに入りました。ポイント的には第2ラウンド、やはり挑戦者ですか。そうですね、はい、外のポイントです、はい、浜さん、本当にまあ繰り返そうですけども、早くて滑らかな動きですね。柔らかそうですね。柔軟性です。一つの何て言うんですか、柱を中心にダンスを踊ってるようなもんですよね。
こういうのはどうなんでしょう、やっぱり天性の循環とかそういうものがあるんでしょうかね。黒人選手はそういったものを持ってますね。あ、 そのリズム感というのは、見事なこう柔らかい滑らかな動きです。第3ラウンド、さあこの動きを止めることができますか、チャンピオン。まあ、ですから、黒人選手が日本に来て練習する場合でも、準備体操から入るというよりも、まずリズム体操から、そして、ダンスから入るんですね。あ、お、今の左フック良かったですよ。はい、さあチャンピオン出てきます、チャンピオン出てきます。捕まえることができるか。おー、ミドルストレート入りました。はい、おーっと、カウンターになりました。ですから、真正面で何もしないで前に出ようとするからああいうパンチ食うんですね。おーっと、膝が、膝ついたかどうか。あーっと、ダウン、ダウン。最初のアッパーが効いてたんですよ、腰を落としたですね。腰砕けになりました。その後追い打ち、ダウンです。チャンピオンがダウンです。苦しい試合になりました。チャンピオン2度目の防衛戦、WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ。あー、パーですね。パー、打ち下ろし、右の打ち下ろし。効いてますよ。これは当たっていません。これも当たって、左フック。返す左フック当たります。外は、うまく急所、急所を狙っていってますね。あー、大飛び、テンプルか。うん、そうですね。あー、ダウンです、ダウンです。テンプルにヒットしました。2度目のダウン。WBA ですので、これ3ノックダウン制です。これもその前のアッパーで効いてたんですね。はい、あとコツンコツンコツンと打たれてですね、そしてああいう姿勢で倒れたんですね。あと30秒あります。次のダウンがラストダウン。ああ効いてますよ。危ない危ない。さあ畳みかけることができるか。オーナーと外、あー、ブレスに行きます。ちゃんと折らず右カウンターになります。左を持っていきます。歓声が声援、チャンピオンに送る声援です。チャンピオンの地元で行われています。おっと危ない。あと一度ダウンさせるとですね、これは WBA タイトルマッチですから、はい、スリーナックダウンルールですね。3度一つのラウンドにダウンさせると勝ちになるんですけど、惜しかったですね。あーっと時間切れ、第3ラウンド終了。しかしチャンピオン2度のダウンになりました。10対7ですね。はい、あ、外の左目下も腫れましたね。1度のダウンで10対8のポイントになります。2度ダウンになりますとそれが10対7になります。外がこう打ち込んでいくときにもらったんでしょうか、あるいはこの時点ではまだそのレポート目立たないんですが、いや、まあ、前のラウンドからちょっとは腫れてましたけどね。あ、そうですか。はい、頭を冷やしてもらっています。2度のダウンを期しました第3ラウンド。このチューセコンドはですね、キムチュンソクマネージャーですね、マネージャー兼トレーナーですね。はい、まあ、これまでなかなかいい選手を出してるんですね。韓国では好評のあるマネージャー、トレーナーですね。さあそのセコンドの指示を仰ぎました。第4ラウンド、まあ、マーロン・スターリングなんかに挑戦したですね、テイ・エイキチ、チョン・ヨング、はい、東洋チャンピオンでしたけどね、こういった選手も育ったことありますね。第4ラウンド、お、出ていきます。2度のダウンを期しましたチャンピオンですが出ていきます。チェの特徴っていうのはですね、右ストレートが結構構えたまま真っすぐ出てくるんですよ。はい、で特にサウスポーと対戦するときはその右ストレートストンと出すのが有効ですね。三谷選手真剣に見てますね。今しかしチャンピオンが、自分が敗れたチャンピオンが2度のダウン、どういう気持ちで見てるんでしょうか。まあ、次やろうとする選手の立場からするとですね、どっちも痛めつけてほしいという気持ちあると思うんですよ。はい、あと自分が敗れたチャンピオンチェにもう一度戦ってみたいというそういう気持ちも、うん、そうですね、まあ、微妙な感じのところもありますけどね。したがってああいう先ほどの複雑そうな表情になるんだと思いますが、このラウンドはチェが攻め込んでますね。ええ、で逆に外はですね、
まあ前のラウンド2度ダウンさせたから攻め込んでくるかと思ったら距離取ってアウトボクシングしてますね、はい、浜田さん、はい、外が随分こうちょっとね、ちょっとあの食ってきましたねパンチを。 あの晴れあたりがその証明なんでしょうか。見づらくなったのがちょっとパンチ食ってきましたよ。3ラウンドまでちょっと違うようですね。そうですね、ちょっと食ってきましたね、今ラウンドに食ってますからね。アウトボクシングです、距離を置いて戦っています。オールラウンド外、それでサイドにも動いてますけど動く途中で打たれてますからね、はい、韓国のチャンピオンチェ・ヨンス、本当にあのチャンピオンの方がいい感じになってきましたね、はい、あ不思議なものです。ミナパ軽くですが触ったような感じです。あ押されています、ずいぶん押されています。いや食ってきましたね、いいパンチが入っています。チャンピオンミナパあのサイドステップ回りきれてないですね、はい、まだ大きく振った左フック、さあ今度は一気に押せ押せの声援に変わっています。チャンピオンへの声援が続いていますが、これゴン鳴っていますがレフリー気がついてない、今気がついたようです。まずポイントは、10対9でですね、このラウンドはチャンピオンのチェンのラウンドですね、はい、初めて取りました。今ちょっとあのゴング聞こえなかったですけど、このレフリーはスタンレイ・クリス・ドーって言って、はい、まあ南アフリカの名レフリーですよ。でニックネームはスタンっていうのもね、はい、まあ略称スタン。だから私はこの試合マッチメーカーしてましたから、あのクリス・ドーロにですね、スタンに行ったんです、はい、スタン、スタンバイって言っていたんですね。それが言いたかったわけですね、はい、もちろんそのためにマッチメーカーされてるわけじゃないですけども、はい、あ大きく深呼吸、とりあえずあのプックッという腫れはなくなりましたね。小泉さん、こういうことってあるんですか。だからですね、やっぱりセコンドの うまさなんでしょうね。ああいうことが結構効きましたね。まあ単純に考えると、その内出血の血を抜いてしまったのかなっていうぐらいの軽い引っ掛けですね、水を抜いたような感じに、ですけれども、ただまだ腫れてることは腫れてるんですけどね。ちょっと表情によってはすごく腫れたように感じる角度があるようです。第5ラウンドに入りました。 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ、韓国対パナマ、韓国で試合を行われています。右合わせてきました、チャンピオンです。チェの狙ってるのはですね、はい、これ覗き見スタイルでですね、相手のパンチが来たら右を相打ちしようとしてるんですよ。あ一面危険なんですよ、これ体の正面向いてますからね、ワイドオープンでしょう。これアッパーはえぐり込めるんですよ、あのオーランド外は、ええ、当たりますよね、だからボクシングの基本というのはやはり半身で戦うものなんですよね。インサイドが小さなパンチを出していきます。向こう側チャンピオン顎を固めています。アナさん、代打のアッパーも警戒してるんでしょうね。まあそうですね、まあ再三食ってますからね、そうすると、まあ、あの外の場合左フックも打ちますからね、サイドに回って左フックを、まあ、こめがみに当てるといいんですけど、まあちょっとあの最初の出足の時のパンチよりはまだ生きてないですね。あそうですか、アナのアッパーの伸びること、リーチを感じさせます。第3ラウンドで2つのダウンを奪っているオールランド外、そこまでの展開は嘘のようにひっくり返っています。この試合チャンピオンが自分のペースをつかみつつあります。小さなフック右左向こう側外、いいパンチでしたけど効いてないですね、そうですね、あまり強そうなパンチではありません挑戦者。1回、2回、3回のですね、そのパンチとちょっと威力が落ちてきました、ね、違いますよね。というのはですね、足元ちょっと浮きながら逃げ腰で打ってるんですね。その最初のですね、前半のそのパンチっていうのはですね、アウトボクシングしながらも打つときはその腰落として力込めて打ってましたよね。
右のアッパー、右のクロスも当たっていません。外ガードしています。これもブロックした。チャンピオン、チャンピオンはぐいぐいと距離を詰めていきますが、ここでゴングです。第5ラウンド終了しました。ポイントとしては私は外のポイントにします。外に与えますか。これかなりその前出てですね、攻め込もうとしてるんですけどね、その当たったパンチをこうしてこのラウンド集積するとやはりそれは外です。あ、これは浜田さんにも意見聞いてみたいと思います。浜田さんどうですか。表情だけ見るとですね、はい、そういったように見えるかもしれなかったですね。例えば、チャンピオンの方が打たれても表情も変えなくて、効いた表情もなくて前に出ると、うん、そして、外の方が余裕なく打ってるような感じに見えるんですね。まあ、ですけどやっぱり外のパンチの方が当たってますよね。あ、そうですか、はい、ちょっと最初出だしの時の威力はないにしても外の方のパンチが当たってますね。はい、まあ、晴れ止め金具エンスウェルっていうのがあるんですよね、だからあれうまく使うとああいう風に晴れが散る時もあるんですよね。第6ラウンドに入りました。23歳韓国のチャンピオンチェ・ヨンス2度目の防衛戦、そして挑戦者は27歳です。パナマコロンの出身オルランド・ソト。出だしは挑戦者だったんですが、途中4ラウンドはチャンピオンが取ったラウンドもありました。4ラウンドの出だしはそうじゃなかったんですよね、4ラウンドの途中から、途中から急に弱気になってしまいましたね。何がそうさせたんでしょうか。しかしスタイル的には5ラウンドもこういったチャンピオンが出てくるというスタイルが続いています。アウトボクシングチャンピオンの周りを回ります。オルランド・ソト、こういう展開はチャンピオンの展開、追いかけていきます。まあ、チャンピオンは少々パンチを食ってますけどね、効いてないんで、前に出れるんですね。ですから展開的にはペース的にはチャンピオンになりつつありますね、まあ、パンチを当てるのは先ほどから外だという話だったんですが、しかし明らかにその1ラウンドから3ラウンドまでやりやすそうですよね、チャンピオンがね。前に出て、そして前に出る出方もですね、当たる雰囲気で出てますからね。1、2、3ラウンドっていうのは本当に打とうとすると横に避けられてしまうという、はい、パターンですからね。そうですね、ボクシングがうまいですね、この外はですね、はい、だからチャンピオンのチェとしてはたまに当たった時にですね、ちょっとスリップダウンですね、ちょっと引っ掛けましたね。あ、スリップです。ダウンではあります、はい、まあ、ダウンにはですね、ノックダウンとスリップダウンありますので、ノックダウンではありません、ノックダウンではありませんという意味です。顔を当てられながらも前に出てきます。韓国のチャンピオンチェ・ヨンス、非常にこじんまりとした会場です。第6ラウンドを終えました。チェの方はじわじわ追い込みながらですね、ほとんどそのガード固めてそのパンチを打たれてるだけですね、で回りながらポンポン手出してはサイドステップ、そういうふうなそのアウトボクシングでですね、このラウンドを取りましたよね、はい、外の方が。挑戦者の外が6ラウンド、5ラウンドに続いて取っています。挑戦者左目を腫らしておりましたが、それも少し今のは引いているようです。
逆にこのチャンピオン、第3ラウンドに2度のダウンを喫しました。これ WBA ルール、小泉さんもおっしゃっていましたが3ノックダウン制を敷いていますので、3つ1つのラウンドでダウンを喫しますとその時点で、試合が決まってしまいます。しかしそれはなんとかしのぐことができました。その3ラウンド目を経まして、4ラウンド目の途中からなんとなく形勢が変わりつつあるようです。しかしポイントは外が上げています。第7ラウンドに入りました。あのチェの中セコンド、あのキム・チュンソクマネージャーボディ行けって言って信じてましたね、はい、今までボディ攻撃はどうですか、どうでしたチャンピオンは。いやあまり出てないですね。その、まあ、3ラウンド目にダウンを食いましたし ね、ともかくもう両手はですね顎の横に置いてですね、はい、その打たせまいってしてそれで距離詰めようとしてますからね、ボディ打つ余裕がなかったですね今まで、さあその指示を仰いだチャンピオンのチェですがまだボディは出ておりません。ボディへのパンチは出ていないようです。まあでもあのチャンピオンの距離が詰まってきましたよ、はいはい、追い方がよりこうアグレッシブになったということですかね。スムーズになってきましたね。スムーズに、そして外の動きに対して同じ動きができるようになりましたよね。ほほ、同じで、まあ、あの一緒にサイドステップするわけじゃないですけどね、はい、外が動く方面に動いていってますね。あ、今まではそれがずっとついていけなかったと、ま、そうです。外が横に動いても自分だけはまっすぐ行ってしまって、はい、振り向くという感じですけどね。あ、確かに追い方が速くなっています。なってきましたね、ぴったりくっついて外が動く方に、ね、追っかけていってますね、同じ距離を保ちながらどんどん追っています。ちょっとまた腫れてきましたが外、外今逃げ回ったでしょ、だから前半はですね左へ左へ回りながらですね時に右へ回ってそれでパンチ当てたりですね、はい、ダッキングした後左へ出て右へ回ってきてたわけ、ところが外もですね、まあ、疲れなのかですね右へ回り込めないんですよね。今やったあの動きがちょっと出が少なくなってきましたね、はい、おっと、それとチャンピオン、チャンピオンのパンチがいい感じで当たる距離ですよ、これは。ようやく届くような感じになってきました、チャンピオンのパンチ。そして外のパンチが効かないですね、はい、そうですね、随分軽いパンチになってしまいました。こういうとですね、やはりその去年の半ばまでですねフェザー級でやってたわけです、はいはい、57.1kg 級、それでカロス・エレーナに勝ったんでジュニアライト級 58.9kg のクラスで上がってきたわけですね、まあ 1.8kg の差ですけれど、やはり体格的にはですねチャンピオンのチェの方が上回ってるような感じしますね。あと20秒です。第7ラウンド、ボディアッパー、チャンピオンは最後の小さなフック、ちょっと疲れてきましたか挑戦者。ボディ当たりましたね、下から上。あ、チャンピオン、第7ラウンド終了です。またちょっと目が塞がりかけましたね。そうですね、はい、ちょっとまた腫れが復活してきたといいますか、チェのラウンドですね、はい、これは韓国人のお客さんたちですね。真ん中の方がテニスのマイケル・チャンさんに、選手になんとなく似てたような気がしました。あ、ずいぶんこの距離で熊さん打ってたんですね、距離詰まってましたね、この辺りは。あのチャンピオンの打ち方っていうのはそんなに体をひねらないんですよね、はい、手打ちに力で打つような、手の力で打つようなパンチが多いんですけど、ああいった距離になるとスムーズに出ますよね、はい、小泉さん、エンソやるこの試合ではすごい威力を発揮しているようですね、そうですね、このオールランドセコンドに関してましては。今まで私のセコンド経験ではですね、その腫れをそれ以上広げないため、現状維持にとどめる、それがエンソやるの効果だったんですけどね、この試合でやっぱり明らかに引かしてますよね、これは。使い方がうまいんでしょうね、当ててその圧力かけて、それで外側へプレッシャーかけるわけですね、そうすると腫れはサイドへ散るんですよね。さあチャンピオン、また勢いが増しました。第8ラウンド、足を使って逃げます。サイドフック、背中を見せている挑戦者オールランドソト、
また主導権取ろうとしてこのラウンドラッシュかけてきました ね、チャンピオン外のスピードも速くなっています。左右の動きが速くなりました。それだけチャンピオンの追いが速いということでしょう。おっとぐらついた、外がぐらついています。ラッキング一つかわしました。チャンピオンレノック強烈、しかし当たっていません。ボディも混ぜてみます。織り混ぜてチャンピオンのチェ・ヨンス追いかけます。激しい熊さん追いかけになってきましたね。うん、それでいい感じで追いかけていってますよ。下がる足と前に出る足の 使い方、疲れ方っていうのは倍違うんですよ、はい、チャンピオン2度目の防衛戦 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ、この試合2度のダウンを喫しているチャンピオンですが、チャンピオン勝負かけてきましたね、ここへ来ましてこの勢いですと逆転もあるかと、そんな感じですが、外もパンチを当てていきます。足が止まりました。挑戦者外、オフと右のパワー、外もこのショートレンジの打ち合いに応じます。顎は固めて頭当たった、逃げないで打ち合ってますね。そうですね、ボディを戦い合います。外もこっちは勝負どころですよ、はい、さあ大きな山が訪れたようです。第8ラウンドサイドクー、頭右左でフォロー、ダウン、前のめりにダウンです。オンランド外、さあ立てるか、あっとふらついています。レフリーは聞いてます、ね、続行です。だいぶ効いてますよ。続行させました。またボディアッパー、いいパンチが入っています。チャンピオン、あっとあっとダウン、ダウンです。カウントを入れます。お客さんは万歳しています。これはもうちょっとダメのようです。今試合が止まりました。立ち上がることはできませんでした。その前にレフリーが止めたようです。まあ3ラウンドまでの試合から見るとこの場面っていうのは想像しなかったですね。逆転と言ってもいいでしょうね。逆転ですね、2つのダウンを喫したわけですからね。4ラウンド目には決まるかと思いましたけどね、第3ラウンドで2つのダウンを喫しましたチャンピオン。第4ラウンドもスタートこそペースを握っていたんですが、そこからケース、試合の流れが変わりつつあります。また挑戦者のペースになりつつあったんですが、第8ラウンドついにチェ・ヨンス2度目の防衛に成功いたしました。まあ、ある意味でこれはシーソーゲームとも言えるかもしれません。チャンピオンのアッパーが入ったところ、そしてその後追い打ちをかけます。このラウンド、そのボディ攻撃にですね、その応じてボディの打ち合いしたのが結果的に裏目に出ましたね、外にとっては。そうですね、それまで足使ってですね、サイドサイドに出てたのが打ち合ってもいけるっていう風な気になったんですかね。あはまあ、最後の打ち合いはまさにチャンピオンのまあ土俵といったところです。相手の土俵で戦ってしまいましたオールランド外、これで2度目の防衛に成功したわけです。